前橋プラザ元気21は、前橋市の図書館や地元企業のフレッシュが出展している複合施設。2019年4月から同市のネーミングライツ制度により、KBX 元気21、前橋の愛称が与えられている。閉店となった西遊リビン前橋店の跡地を、前橋市が公共施設として2007年12月8日にオープンさせた。また、 ディビン前橋店を置く館は、現在元気21の駐車場やアーツ前橋、前橋シネマハウスとなっている。現在、前橋学校フェストなどの祭事を行っているほか、2階には、前橋市立図書館の文館である、前橋子ども図書館がある。また、7、6階は、群馬医療福祉大学のリハビリテーション学部が使用している。一部のフロアでは、 前橋市の行政を担当しており、その他図書館や学校、カフェ、地元企業が使用している。2階は子供交流プラザという愛称もついている。前橋市立図書館の文館。主に児童書が多く、ワンフロアの施設では、日本最大級の128,299冊が貯蔵されている。ユニークな書家や森林機関車のオブジェなどを置かれており、 入幼児から本に親しめるように工夫されている。開館時間は午前10時から午後6時まで。毎月第4水曜日、6月第1月曜日、12月第1月曜日、年末年始、特別整理期間は休館。電話番号は0272308833。前橋市公式サイト。ありがとうございます。